皆さん、シアターにも来るの知ってましたか？この稲川淳二の怪談ナイトね。まあもう稲川さんがずっと行っておられる全国の怪談ツアーなんですけれども、こちらですね、7月の21日に稲川淳二さんシアターにやってきます。なぜこの怪談、これをねショートフィルムの上映と合わせてイベント化しようと思ったか。非常にですね、このショートフィルムの起承転結、ギュッと凝縮されたそういうエンターテインメント、これと怪談が似てるんですよ。でね、やっぱこう僕はすごいなと思うのは、この、まあ、正月にやってる落語ショートフィルムのイベントともそうなんですけれども、この一人の語り手が世界を作り出すっていうね、でそれがもうエンターテインメントになって凝縮されて全部が入っている、ここにね僕はやっぱ感動したわけですよ。本当に怖い。でまあ、その怪談を見た後に、ショートフィルムの、まあ、ちょっと8月の1日間のプログラムで夏祭りプログラムっていうね、それをこう、まあ、プレイ上映っていう形で皆さんにお楽しみいただくという、もう怖さと楽しさ、それ感動、もういろんなものが全部含まれたイベントになります。稲川淳二気になってたんだよな。だけど見たことはないんだよ生で。これね、生の凄さ味わってほしい。ぜひお待ちしております。まだチケット若干ございます。